どうですか、今から初キャンプに向かうわけですけど、今の心境は。なるほど、じゃあ行きましょうかね。やっと家族でキャンプ行けるよね。ね、ずっと車がないだの修理に出してるだの、乗れないだの、ずっと行けなかったからね。左方向です。かなり完璧に仕上がったんでね、車も。息子はおよそ300メートル先、初めてのキャンプ、寝てるよすでにレカロのチャイルドシートでゆったり寝てるよ。ちびたび、ちびたび、初めてのキャンプの心境はって聞いたら、めちゃくちゃ真顔やった。めちゃくちゃ真顔やった。まあな、今日はシマちゃんとかも来るから。シマちゃんがご飯全部作ってくれるんでしょ。マジでマジで、お金払うから全部作ってほしいんだけど。食材は買ったから、うん、黙って渡してみる。ファミキャンのお昼は着陸4バス到着線は窓口だけお越しください。ドライブイン、ドライブインのうどんを取り分けで、ほとんどこいつ下手したら1人前食うよね。私が食べるのほとんどない。教育キャンプ場は行ってないけど、前調べてたさ、はい、別のキャンプ場なんか4万とかそんなやつですか。あったで、なんかそんなんも。いやマジ本当どこも混んでますよ。あー、ここ空いてるね。ここ空いてるっす。どう、初キャンプ。固定時やけど間にちょっとタープ張って、うん、椅子も今日3つも持ってきたから、うちも一応持ってきた。どうなん？初キャンプは。どういう感じ？これ聞くとね、朝からこれ聞くたびに真顔やねん。まだ分かってないキャンプを、うん、ああ。ここで飲むお酒が格別なんですよ。そやねん。そやねん。早く覚えなな。うん、やめられんの。もう。どうする今日？ハイボールで行く？ハイボールしとく？ハイボールしとく？炭酸もまだやからな、そもそも。うちの子供もまだ炭酸飲まないもんね、うん、苦手っぽい。こいつ生後2ヶ月ぐらいの時に藤井さんとこの子供が遊びに来て帰って、うん、多分床に落ちてたんかな。チョコレート食った疑惑があるから。生後2ヶ月というここついてて、あ、ちょっとカフェイン覚えちゃった。食い地張ってんのよ若い子な。食べるの大好きやもんな。で、あの、あそこ黒いカバンの横ポケにまだ紐とペグと入ってる。でも、ペグしかないけど。でさ、パラコードないけど。パラコード、その黒い、向こう、黒、あ、こっちが向こうの、ポイってあんねんけど、いつもどっか行くねん。そうだよ、僕もどっか行く。が出た時にちょうどいいタイミングだなと思って。結構みんな、いや、この間ちょっとあのキャンプ行って、あとリュックにずっと入れっぱなしあって、ちょっとアイロンかけな感じだ。本物初めて見た。これが有名なビーフリーです。あ、靴脱いでよ、靴脱いで。これが最近俺より有名になりつつあるビーフリーです。どこ持ってたでしょ。こう、つきそうやね。頼むよ、火種がこれしかない今日。大人4人いて。あれ、
おお、着いた着いた。下向けた方がいい。シマちゃんだね。どうした？次のシチュー作ってるから、ね、これはね、お姉さんのコーラだよ、うん、コーラ飲んでみればいいじゃん、ちょうどいい。何作った？ラムとグリル人参とグリルシイタケ。ちょっと待って、じゃあビール出す。ラム、ラム、ももと椎茸と人参、うん、ちょっといただいていい？どうぞ。ちょっと筋ありました、中に。筋好きだから大丈夫ですか？全然。人参が今日はね、ラムを焼いてみました。自分で焼いたことですよね。あ、おいしい、ね、うん。人参を炒めて、バスナー、バスナーすごいな。うん、誰を楽しんでるの？もっと。どうした？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 早く、助けて。ねえ。どうしよう。え、や、破れた？落ちた？下に。そう、違う。破れた。ちょっと待って、とりあえず息子だけ救出する。ちょっと待って、どうしよう、ごめん。排便所、あんな楽しかった大惨事やな。どうしよう、大惨事や。何やこれ。なんでどうなったんこれ。こうなって、うん、私がここに落ちちゃったのよ、うん、かかとが落ちちゃった。そしたら破れちゃったの。どうしよう、これもう弁償して、純一さん。これ同じの持ってるから、それを渡すわ。しまちゃんに弁償して。ごめん。フロントラインハンモックやろ、これ。そうだけど。同じの使ってないのがあるから。ごめん、お母さんが破っちゃった。あんなに楽しかった。あんなに楽しかった。めっちゃ泣いてる、ごめん。もう、キャンプシチュー、食べますか？うん、すごい食べてる。すげえ食ってる、ほとんど食ってる。美味しいんやろな、多分。いや、皮ごと蒸しやと思う。なんか味付けはしてあるんですか？塩だけやから。あ、じゃあそれでいいですね。足りんかったらかけて。うん、これうまいと思うわ、多分。ちょっともう食べますか。初キャンプのご飯はシチューとトウモロコシです。トウモロコシがついてます。いや、でも美味しいね。食うなぁ。どうですか？初ステーキじゃん、初ステーキ。おいしいね。いや、肉ばっかり食うからな。おいしいね。もう気候的にはやっぱ全然いいですね。今が一番いいんじゃない？ね。いや、大変だったな。いや、いい、いい、お疲れ様です。大変やったな。おやすみ。また明日。またそれがいいんですけどね。楽しみ方が全然違いますよ。違うなぁ。全然違う。あ、これはこれで OK。 ただもう、なんやろ、こっちの方が大変やん。いや、全然大変。荷物やら、もう含めて。よう今日撮影しました。なんとなく今回してるけど、はい、まあこれは別に回ってるじゃないですか。もう無理だった。今日はほら、君たちがデビューやから。まあ一応回してる。以上、この長野と兵庫と
山梨に専用のキャンプ場があるんですよね、はい、このキャンプブームのご時世、はい、ここをいつでも使えるってなると他の場所もあるし、はいはい、たまにオフ会もありますね、うん、あ、そうそう、一緒にキャンプでしたりとかライブ配信とかいろいろ、あ、僕らのねトークがここだけで見れるっていうのがもし、ね、もしよろしければ、はい、純一ダビッドソンキャンプ村どうぞ、概要欄見てください。自ら川へ歩き始めたな。もう足つけて自分で溺れんなよ。どうした？ここに入りたい。